伊藤孝恵さん、はいえー、東京23区や名古屋大阪都市部を中心にコロナ感染者が急増しております西村大臣は昨夜再度の緊急事態宣言も視野に入ってくると発言をされましたあれほどまでに深刻な経済への打撃をもたらした緊急事態宣言という言葉を経済再生担当大臣が口にされるという、まあ、ことの深刻さを感じざるを得ません 一方で11月12日、コロナ感染者が過去最大の1日で1662人を記録したこの日、官邸では政府・東京都大会組織委員会による調整会議が開催され、オリパラを見に来た観客には、通常、日本が感染防止の水際対策として求めている入国後14日間の待機措置を免除するという緩和策が話し合われました。そしして日日にはバッハ会長が来日し 来年はオリンピックスタジアムに観客を迎えられると確信していると述べて変えられました。しかしながら、このバッハ会長、欧州では、来年2月に開催されるはずだった国際会議を、まあ、今は世界はそんな会議を開催できる状況にないと言って、11月への延期を早々に決定したものですから、これはダブルスタンダードなどではというような批判の、また疑問の声も上がっております。 橋本オリパラ大臣に伺います。東京オリパラについては今国民の受け止めが大変微妙であることを認識しなければいけないと思います。開催を待ち望む声がある一方で、世界中から人が集まるということは、世界中から変異したウイルスが持ち込まれるということになるのではという心配の声も大変根強いものがあります。政府が不対点の開催の覚悟を述べれば述べるほど。 まあ、あの思いは思い、科学は科学として、まあ、整理をしてほしいし、えー、いつの間にか復興五輪からコロナ五輪に、えー、変わっているし、そのお、まあ、決意っていうのは、まあ、日本国民のためなのか、日本経済のためなのか、まあ、世界のオリンピック・パラリンピックファンのためなのか、アスリートのためなのか、はたまたスポンサーのためなのか、それとも政治的な事情、いろんなあ思いが。 な,な,なんでここまでして、不退転の覚悟でというふうにおっしゃる、その大丈夫という、そういう裏付けは何なのかという思いが湧き起こってくるわけです。今はみんなに整合的な説明をして、心から応援されるオリパラをいかに作っていくか、そこに不信しなければいけないと思うんですが、資料1をご覧ください。これあの選手を応援ししようと公立学校の生徒会会が企画した行会にまで アンブッシュマーケティング違反だと目くじらを立てる JOC の対応が書かれた記事でありますアンブッシュマーケティング日本語では便乗商法と訳されますけれどもオリンピック公式スポンサーでもないくせに乗っかってくるなということですねでもこれあの生徒会のね企画なんですよ県立高校 そしてここには選手を育てた恩師がいて、確かに公式スポンサーではないけども、地道に競技を支え、選手に資金提供をして、ここまで育ててきた企業もある、みんなでこの選手を囲んで、ですね頑張ってきてとエールを送る、それを地元メディアに取り上げてもらうことで、コアな地域がより一層盛り上がる、もちろんこうロゴとか商標なんて使いません、それのどこにそんなに問題があるのか、大臣、どう思われますか。 橋本大臣東京大会の計画組織資金の調達及び運営については、まあ、開催都市契約においてあの東京都日本オリンピック委員会及び大会組織委員会がその成功に対して責任を負いこれを確実に実施することというふうにされておりますオリンピックパラリンピックはアスリートのためのものであって万全の準備と運営によって 安全安心で全てのアスリートが最高のパフォーマンスを発揮し自己ベストを記録できる大会を目指すこととされておりますまたあの今ご指摘がありました総合会についてでありますけれども joc によるオリンピックに関する知的財産の保護の観点から平昌大会時には選手の所属先等が開催する総合会の公開中止や総合会自体の中止等があり当時の鈴木 大臣からスポンサーの権利、保護と国民全体の参加や機運醸成とのバランスの取れた対応を求めておりました。 東京大会では選手の所属先における総公開の実施が可能となりまして学校等の非営利団体では総公開の公開も可能となったと承知をしております東京大会ではより国民が参加しやすい総公開になるものと考えておりますので引き続きしっかりとした対応をしていきたいと思っております伊藤孝恵さん、はい あのバランスの取れた対応というのに努めていただいたというご答弁でありました、まあ、本当にあの日本にはアンブッシュマーケティング規制法等はありませんので、えー、まあ商標権不正競争防止法による保護される権利著作権等、こういった法をちゃんと守っているというようなところに関しては、まあ、こういった応援団の集まりですとか、壮行会ですとか、よもやその青少年のです、ね、頑張ってほしいという気持ちを、おその広告会社が覆いかぶさってです、ね、えー、規制をするような、そんなことがないよう 大臣の立場からもチェックをしていただいてほしあのいたただきたいと思います、まあ、こういった五輪検証、オリンピーズムの精神、誰よりまあ理解されている大臣だと思いますし、まあ、競技を続けていくには確かにお金もいる、しかし、のこの商業主義が競技自体にまで影響を及ぼしている、まあ、その実態もジレンマもよくよくご存じの大臣でありますから、 今一度オリパラ開催がなぜ今必要なのか、開催によって日本をどう変えていくのか、もちろんよりよく変えていくのか、そういった本質的な議論を求めたい思いから伺います。スポーツ社会学、歴史社会学の観点からオリンピックを研究されている、うたら女子大学の石坂先生、1998年に長野で行われた冬季五輪のレガシーを調べるために、10年後の2008年、現地調査に入られまして、 たな精緻なデータによる裏付けと聞き取りにより、当初、五輪がもたらすとされた経済効果は乏しく、むしろ間接経費の増加により、まあ、残ったレガシーというのは多額の借金だったというようなことを明らかにされました。ただ一方で あのボランティアというですね日本にはまだその頃あまり馴染みのなかった文化が定着しその後緩やかで自発的な連帯というのがその後の街づくり人材育成に役立ったともおっしゃっていて私は非常にその話が印象的でありました大臣は初心的挨拶の中でも担当大臣として次世代に誇れるレガシーを創出すると宣言しておりますしもちろん会計検査員からも 大会終了後のレガシーの創出というのが要請されております。レガシーというのは立派な競技場でも高層マンションでもございませんので、今日は大臣にテクノロジーによる善意の可視化というレガシーを作る仕組みをご提案したいというふうに思います。例えばですね、今の仕組みの中でいうと、車椅子の方が競技場に出かけて行く場合、 大会会場の中にはもちろんボランティアの方がいてくださいます。しかし、ながらその会場と駅の改札の間というのは、あの自治体の対応に任されているということでした。 でさらには改札の中に入ってしまえば、まあ一部自治体の対応もあるかもしれないということでしたが、基本的にはすべて事業者の対応に任されているということでした。で、この車椅子の対応件数というのはですね、もちろん車椅子の方が自由にあのいろんなところに出かけてほしいという思い、そしてそういった法整備バリアフリーの整備もありまして年々増加しております。えー、先日あの JHR で働く方々に、まあ自分たちは公共交通としての使命を しっかりと感じているので、昼食が取れなくっても、この車椅子対応を頑張りたいというふうにあのおっしゃっているのを聞いて、私は一末の,のありがたさとともにです、ね、違和感を感じました。こういった従業業員のの使命とか事業者の責務 こういうことに頼ること、特にオリパラ期間中は日本中や世界中の方々に、ですねなめも競技を、そのパフォーマンスを、選手のパフォーマンスを見ていただきたいと呼びかけているのに、まあ、では一体国はどんな取り組みをしているのかというような疑問があります。5月ににに可決決されたバリリアフリー法改正案には議議の10及び11に参議院のび参院明確な意思として事業者 あ行政、ボランティア団体等の連携のもと、社会全体で障害のある利用者の安全を確保し、支えていくための取り組みを推進すること、それから国は移動制約者と事業,事業者双方との対話を重ね、解除の在り方の明確化を図ることというのが明記され、今まで政治が理解を怠ってきた事業者側の負担軽減に言及をしております。赤大臣からは 解除は事業者の職員だけではなくて、乗客がカバーできるところもあり、究極的には国民の共生社会の度合いをレベルアップしていくことが重要、いい知恵がすぐに出ないが、必要な対応はしっかりしていかなければいけないと思っているというふうに答弁をされました。子どもが改札を通通るとですねあの保護者にこうプッシュ通知で あの今何に駅の改札を通りましたよっていうふうに教えてくれるあのアプリがあるんです。GPS 機能もついてますので、今、どこにいるかもあの保護者はあのそれを分かることができます。でこれと同じ仕組みで、例えば車椅子の方が改札を通ったら、事前にボランティア登録をしている人に、かつまあ半径、数百メートルとかですね、50メートルとか以内にいる人に、プッシュ通信、プッシュ通知がいって、手伝ってもらえるアプリとか、 まあできなないのかなとついでに事前にですね工程を登録しておけばそのリクエストを落札というかアテンドできますよというふうにつなげてもらえるこれあのシッターアプリの今のベビーシッターのアプリの仕組みよくある仕組みですけどもそういうマッチングアプリってできないのって私はあの以前勤めている会社の技術者さんに聞いたらあのそんなアプリとかそんなものはサービスは、まあ、あの数時間でできるよと。ただ このマネタイズの仕組みというのが見えないので、一事業者がそのサービスとしてそれをかとばするっていうのは、なかなかまあイメージはできないというふうに言われました。ただし、今ほどのご提案というか、例えはですね、この例えば JR 等のエッセンシャルワーカーたちの働き方改革、そういったところにとどまらず、例えばインクルーシブな社会をつくっていく。 この大それたボランティア精神を発揮してくれと言っているのではなくて、小さな我々の中、みんなが持っている小さな善意というのを相場で社会を強くしていく、テクノロジーにより可視化していく、政治はそういった仕掛けの仕組みに投資をする、まあ、こういうチャレンジが DX というのの本質だと思いますし、レガシーの形の一つになりうるんじゃないかというふうにも思います。こういいいっったたオリパをを機に新しい当たり前を作っていく あのレガシーのアプローチというのに関しては、こういったあのものもあるんじゃないかというふうに思うんですが、大臣、いかがでしょうか橋本大臣、はい、あの今、委員からあのご提案をいただきました提案というのは、大変素晴らしいというふうに思っております。あのこの東京大会においてやはりあの レガシーとして次世代に誇れる有形無形のレガシーを残すということは非常に重要だというふうに認識しておりまして、このため、オリパラ基本法においても基本的な考え方の中で次世代に誇れるレガシーの創出と世界への発信というものを掲げております。スポーツや文化ななど多様な分野における 交流を通じて地域の活性化に資するホストタウンの推進というものもありますがユニバーサルデザインや心のバリアフリーによる共生社会の実現というものそして日本の文化や食などの魅力の発信などにも力を入れておりますあの世界各国から障害を持った方あるいはパラリンピアンの方々のへの対応というものそういったものをこれからやはり調整会議等も 踏まえまして何ができるのかということをしっかりと連携を図りながらあの推進していくための参考にさせていただきたいというふうに思います伊藤貴昭さん、はい、あの大臣ありがとうございました、えー、時間がなくなってしまいましたが最後に文科大臣に伺います今の幼稚園とか保育園とか小学校でですねあのオリンピック教育パラリンピック教育としてあのパプリカみんな踊ってますねあのうちの子たちも踊っていて東京だけかと思ったら もう全国津々浦々の子どもたちが、あれ、みんな踊れるんですよね、すごいなというふうに思っていて、先ほど佐々木委員の方から、レジリエンスというか、ですね困難の中にあっても、折れない心を子どもたちの中に育むというような重要性についても触れられたことでありますけども、このこんなに津々浦々全国に浸透するというフォーマット、これ、例えば子どもたちに本当に必要な試験者教育、もちろん性教育。 そういったものにもまあ活用できるじゃないかなというふうに思いまして、例えばあのイギリスの性教育動画、パンツサウルスってまあ有名なものがありますね、大事なものは見せちゃだめと言って、みんな歌ったり踊ったりするんですけども、そういうようなまあ教育のに利用していける、そんな可能性も今回のオリパラ教育の中にはあったんじゃないでしょうか、これもレジリエンスの一つなんです、すごく残された、今後残していくものの一つなんじゃないでしょうか、最後にご答弁お願いします。 田大臣ご提案の歌の活用など、一つ一つの手法についてコメントすることは差し控えたいと思いますが、一方、各学校において主体的、対話的で深い学びの視点からの授業改善を図り、身近な題材などを取り上げて、児童・生徒の興味や関心を引き出したり、理解を促進したりすることは重要だと思います。各学校にににおいては引き続き続児童生徒に必要な資質能力を育むため発達段階等に踏まえつつ 創意工夫をして事業を展開していただきたいと思っております伊藤孝さん、はい。この驚くほどの浸透度、ぜひ分析をしていただいて、活用をお願いしたいと思います終わります。<laughs>